リュックスはホンダ技研工業が生産し、アキュラブランドで販売するセダン型の小型乗用車である。カナダ専売車種であったアキュラ CSX に代わる9代目シビックをベースにしたエントリーレベルの車両で米国においても販売される。ガソリンエンジン及びハイブリッドのコンセプトカーが2011年の北米国際オートショーで発表され、 量産仕様は2012年のシカゴオートショーで発表された。2012年4月23日にオハイオ州のメアリズベル工場で生産を開始した。シビックベースであるがボディサイズが異なり、全長は長くなり、全高は低くなっている。加えてボンネットやフロントバンパービームがアルミニウム合金製となり、遮音性の高いフロントガラスや、 サイドガラスの採用や吸音材の追加などが行われ、静寂性が高められている。配点材の使用率を増やし剛性が高められ、ステアリングシャフトを体系化し、ステアリングレシオはクイック化された。サスペンションでは低フリクションブッシュを採用し、2代目 RDX に初採用された振幅リアクティブダンパーを全モデル標準搭載している。エンジンは5速。 AT モデルにはシビックより排気量が大きい 2.0L 直列4気筒 R20A 型を6速、MT モデルにはシビック SI と同様の 2.4L 直列4気筒 K24Z 型を搭載しアキュラ発のハイブリッドモデルには3代目シビックハイブリッドと同様の 113PS 5500rpm 172nm 1000から 3500rpm を発生する 1.5L 直列4気筒リー型を搭載する。ハイブリッドモデルではより街中での運転がしやすくなるようにスロットルセッティングが調節された。ハイブリッドモデルの燃費は 39-38mpg となっている。オプションではプレミアムパッケージとテクノロジーパッケージの2種類を用意されている。プレミアムパッケージでは アクティブノイズコントロールや運転席の8ウェイパワーシート、2ウェイシートヒーター、HID ヘッドランプ、7スピーカーオーディオなどがあり、テクノロジーパッケージでは10スピーカーアキュラ、E レスサラウンドシステムやナビゲーションシステムが搭載される。2016年モデルではフェイスリフトが行われ、2015年2月に販売を開始した。エンジンは従来の 2.0L から、 アースドリームテクノロジー採用の直噴 2.4L 直列4気筒エンジンに置き換えられ、最高出力は 152PS から 204PS に大幅にアップした。トランスミッションは8速 DCT を新たに採用。MT モデルは廃止された。ボディでは次世代衝突安全ボディ ACE を採用。LED ジュエルアイヘッドライトや次世代、アクアリンク、アッケラワッチなど、 最新のアキュラモデルの装備にアップデートされている。In, アキュラ ?S, リートゥールドラインナップ MPG, トラインフスオーバーマイルパワーアー、オートモティブニュース、ハットホンダリートゥールズ、アキュララインナップツープトザフォーカスオン MPG、オートウィーク2012年北米国際自動車ショーで、アキュラ新型3モデルを世界初披露から次世代スーパースポーツ、 NSX コンセプトを発表。httpwordsoto.com ビークルズアンプテクノロジーアキュラクレイムスニューリックスセダンのシビッククローンありがとうございます。